も皆さんこんにちは。何なの今のは。今何なの。刑事チャンネルです。というわけで、今日の動画はですね、刑事チャンネル的2018年に買ってよかったものっていうですね、まあすっげえ YouTuber っぽいことを俺もやろうかと思っておりますね。やっぱね、一番買ってよかったって言われたら、これなんだろうな、このボールペン、これこのグリップがものすごい良くて、おい誰がこんな100円で買えるボールペンの話聞きたいんじゃんってことだよね。まあ俺本当にこの動画やる、本当にやろうか。まあ非常に簡単にパッとね、買ってよかったものと来年必ずゲットしたいと思ってるものをですね、動画で、まあ、宣言ではないんだけどね、これ宣言することによって絶対買うかもしれないし買わないかもしれない。そんなわけでね、サクサクっといってみようか。まずはこれ、別に1番とか2番とかないからね、買ってよかったなって思ったものを羅列していきます。これ、これね、バッファローのねルーター無線ルーターあんだよね。で、別に値段つまんねえなって思うじゃないつまんねえもん買ったなって思うじゃない。いやーなんかね、僕ね、これ買うまで10年ちょっと前に光、インターネット光接続じゃねえや光回線に申し込んだ時におまけでなんかルーターくれたんだよね、その無線と Wi-Fi 飛ばせるルーターをね。それずっと使ってて、でインターネット閲覧するとかね、それなんか特に何も不自由を感じたことなかったんだけど、ふと気になって調べてみたら、今ってなんか規格が違うんだよね、そういうそのなんだろう、無線だけじゃなくて、有線のデータにしても、そのなんか規格が違うんだよね。で俺ね、企画多分ね4つぐらい前の企画のやつで、まあ多分その遅いんだよね。でさ、例えばなんだけど、携帯電話とかでさ、回線速度とかって調べられるじゃない。今調べてみるから待っててね。まあちょっと今ね、回線速度出てますけれどもね、多分ちょっと時間帯によって違ったりするんだよね。毎回違うの。92とか今出たけどさ俺ルーター変える前28とかだったんだよね3倍から4倍ぐらいになってるっていうので、で別にじゃあ回線速度すげえ速くなった、これは Wi-Fi なのに速度速くなったかって、なんかうわサクサクだぜとかって劇的に変わったかって言われたら別に変わんないんだけど、これ有線でも一緒で、結局そのちょっとね回線速度上がってるんだよね。だから僕たまにライブ配信とかやるじゃないですかね、インターネット上り下りがあってさ、配信する場合だと上りの速度とかが結構、関わってくるんだけど、まあそういうところの安定性とかっていうのも関わってくるので、まあ変えてよかったなというところになってます。それに合わせてね、なんだ、LANケーブルもね、ちょっと今LANケーブル引っこ抜くわけにいかないんで、LANケーブルも買ったんだけどね、カテゴリー7っていうやつをね、オーバースペックで続いてですね、買ってよかったなって思う、これね、これ今脱いでんだけど、これね、これ単独でさ動画出したんだけどね、ジーパンデニムです。ボンクラっていうところのデニムが2ヶ月ぐらいに、購入したよっていう動画作って、その時はリジットレザーでね、まだノリもついててパキパキの状態のノンウォッシュだったんだけど、これ1回洗って、いやマジでいい、このデニム、これマジでみんな買った方がいいよ、このボンクラさんのデニムは。見てこの色落ち、いやまだだけど、うっすらヒゲとか入ってきててね、で、まあ、膝はちょっとね色落ちやすいよねっていうと、まだね裾も上げてないんだよね、実はね、もうそろそろ上げに行ってもいいかなと思って、まだ洗ってなかったから、縮むじゃない、ね、いや毎日履いてほっとで、いやこれ色落ちで楽しめるわ。2ヶ月ぐらいこね、もうほぼ毎日履いてたんだけど、普通ねヒゲってやっぱ出ないんだよね、出るもんね、硬いから結構生地が、そのシワがね定着するんだよね、だからこうヒゲができてくる。まだまだ履いてもうどんどん色落ちさせていったらもっと良くなっていくっていうことで、もうこれね、もう俺もうなんだろう、下着履くもんこれ1本あればいいそれぐらいのレベルでめちゃ気に入ってますね。ね、これ2万8000円ぐらいだったんだけど、コスパ最高だよ、ね、コスパって言わないかね、まあこれはでもすごいいいわ、めっちゃいいなと思ってます。でね、次がですねこちらですね、これでーすこれっていうのはね、布団カバー、これニトリの布団カバーなんだけど、これねめっちゃあったかい
いんだよね。あったかい布団カバーニトリの。それ以上は詳細はわからん。親戚の家にね行って泊まった時にねこれがあってもう一瞬で気に入っちゃった。ああね、北海道寒いからちょっとでもねあったかい暖を取りたいのよ。冬もう木枯らしピューピューなもんだから、これがあったかい。だけどね、静電気バチバチくるぞこれ。マジで静電気バチバチ、もう静電気がもうバッチバチだから、これバッチ静電気バッチバチだから、これ。でね、続いてがこちらなんですね。これこれはね、100均で買ったね、握力のやつね、握力のやつ、これ25キロです。結構固めです。で、なんでこれがいいかっていうと、やっぱね、まあ、デスクワークとかがどうしても今年ぐらいから多くなってきてて、で、家帰ってきたら帰ってきたで、YouTube の動画撮影だとか、動画編集とかで、ね、ほんとね、ちょっと運動不足まっしぐら、座ってることがマジ多くなって、ね、だから家で、意識的にちょっとスクワットとかをやったりはするんだけど、ね、なんかもっと気軽にさ、パパッとできるもあったらいいなと思って、これさ、これやったらさ、なんか、ちょっとした合間に、こう、動画編集して、ふぅ、疲れたーって、ここにあったらさ、こうやってペッて取って、ふぅ、とか言ってさ、これできるわけだよ。やばいよね。中山きんに君じゃない。まあ、ガリガリなんだけどね、ガリガリなんだけど、なんか少し体を動かすのに、これすごい手軽でいいなと思って、しかも100円で、ちょっとね、握り心地はそんなに良くないんだけど、まあ、手軽でいいなと思って、ね。はい、続きましてですね、続きまして買ってよかったもの、こちらーこちらー見えますかね、これ黒い机に黒いもんが乗っかっちゃってるから、これ何分かんないと思うんですけれども、よいしょ、これもね動画にしてますね、これ単独で BOSE の、ソロファイル、なんだ名前、正式名称頼む、テレビサウンドシステムってことね、これをね、ま、ゲーム用のモニターにくっつけてやっております。で、光出力、光入力、出力入力、光接続端子がついてるんで PS4 Pro からそのまま音をバスンと拾ってきて、よりクリアなサウンドをね実現しているっていうこと、これがすげえよくって、ま、ゲームのサウンドが迫力があるっていうのももちろんそうなんだけど、あのね、それ以上にね、音楽聴くときにめちゃ使ってる。いや、これね、今ね、試しに音楽パンって流すことってできないけど、そのさ、Amazon Music とかさ、自分でさ、ダウンロードしてる iTunes のミュージ、音楽とかさ、鳴らそうと思ったときにさ、もう簡単に、超簡単に接続し、できちゃうから、こうポンってつけたら、そのままこっからスパンな、音鳴るから、これがすごいいいなと思って、もう、ね、まあ、なんだろう。今日紹介したものの中で、そう違うんだよ、俺今日紹介してるものって確実に毎日使ってんだよね。まあ布団もそうだしさ、布団毎日使うじゃない。で、これも毎日確実に使ってるんですよねっていう、それぐらい、まあこれはめちゃいいなと。おまあ単独でね動画があるんでね、気になってる方がいたらそちらの動画もよかったら探して見つけて見てみてください。詳細欄に貼れよって思うよね。忘れなかったら貼っときますね、その動画を。でね、あの今ジャッジアイズも流してるんだけど、ジャッジアイズも今年買って良かったものに抜群で入ります。っていうのもね、あの順当に行くとね、買わなかったゲームなんですよね。なんかその龍が如く系のシリーズだから、あーゲーム実況も難しいだろうなと思ってたから、ゲーム実況できないゲームはほとんど買わないんですよね。過去にゲーム実況するつもりないけども買ったのってニーアオートマタぐらいなんですよね。で、ニアオートマタも最終的にはゲーム実況作ったんだけれども、それ自体はまあ4話ぐらいでやめたんだよね。だけどニアオートマタはそれとは別で買ってるので、まあ実況関係なくゲーム最後までやって楽しんだっていう。で、今回それと同じぐらいのレベルでいいと思ってる。で、これもまあ途中までしか、どっちで何だろう、公式の方からの、何だろう、通達で、やっちゃダメだよって、まあね、発表されてはいるんで、途中でやめざるを得ないんだけど、ゲームの実況。それでは別に、ちょっと自分個人で楽しみたいなって思えるぐらいめっちゃ面白いゲームだった。ね、買おうって思ったいきさつって、ゲーム実況やろうじゃなくて、そのなんか作ってる人たちのなんかね、思いとか、ね、その、キムタクがね、こう主演するっていう、そこに
行き着くまで行き着いたことに対するそのなんだろうパワーみたいなのにすごい圧倒されて、あ、これはなんかね、ゲーム好きなら買っとくべき作品なんだろうなって、ゲームの歴史を一つ大きく動かす歴史のに残る作品でもあるんだろうなって思って買ったっていうのはね、ちょっと あるっちゃあるんですよね。まあそういうところもあって、でいざやってみたらめちゃくちゃ面白くてびっくりします。素直にみんな買ってくれ、これマジでこのゲーム。というわけで次がね、買ってよかったもの最後になります。これですね、じゃじゃん、猫のふりかけです。カツオとイワシって書いてますね。まあカツオ節なんだけど、中にねあれなんですよ、煮干しが入ってるんですよね。でこれがね思った以上にですね、うちの猫のヒット商品となりまして、で、もともとこういうの買う理由って、やっぱり猫の餌のカリカリを食べさせたいんです。カリカリ、まあ、カリカリを用意するんですよ。で、猫はね、まあ、言ってもね、割と美味しいグルメなんだ、あいつはね。カリカリだけだったらね、食べない時とか結構ある。缶詰とかはね、食いつくように食うんだけど、硬い餌だけだと、ドライフードとかな、だけだと食べない時もある。だけどね、ドライフード食べなきゃいけない、歯にも良くないとかってよく聞くんですよ。で、なんとかしてカリカリしたやつを食べさせたいなと思った時にこのふりかけをかけるんですね。したらもう食いつきがすごいです。もう最悪このドライフードの上にこれこの鰹節を乗せたその上に乗ってるこれだけを舐めって終わるからね、うちの猫ね。カリカリ食えお前っつってね。でもまあ非常にですね、喜んで食べてくれてるので、これは良かったなと思ってます。で今ね、実際にね、餌あげるところを映してもいいんだけどね、さっきご飯食べたばっかりなんで、また今度ということですね。うん、まあ大体ね、買ってよかったなって思うものはそんな感じのところです。でね、2019年、ぜひ買いたいなと狙ってるものっていうのがいくつかありまして、一つはこれですね。まあ、ヘッドフォンなんですけどね。アーカーゲーの、K712 Pro っていうやつですね。これがね、ちょっと欲しいなと思ってます。欲しい理由としては、一つはね、動画編集するときに、音量調整のバランスを取るときに、まあ、ね、ヘッドホンつけたいんだけれども、現状俺ね、ヘッドホンってね、ゲームのヘッドセットしかなくて、今このハイパー X のこれを使ってたりするんだよね、この有線のね。で、これね、別に悪くない、すげえ音もいいヘッドセットなんだよね、これね。だけどちょっと速圧が強いなっていうのもあって、で、つけ心地がすごい好きなやつはね、よいしょ、これもあるんだね、これ。これ、レイザーの、なんだっけ、スレッシャー 7.1 4PS4 Pro。プロじゃねえ、プロは関係ない、 4PS4 か。これはね、すげえつけ心地、これね、ここがめちゃくちゃ柔らかくて、これつけ心地ね、全然好きなんだけれども、だけどもこれね、無線オンリーなんだよね。でね、最近これのね、有線も使えるタイプのやつ、 7.1 ちゃんじゃなくなるんだけど、有線のやつも出たんで、それを買ってもいいっちゃいいんだけども、つけ心地がすごいいいから。だけれども、今回は動画編集の時にちょっとと使うっていうのもあって、別にゲーム向けじゃなくていいなと思って、このアーカーゲームでね、これね俺電気屋さんで、これじゃないんだけど、これ売ってなかったんだよね、電気屋さんで買おうと思ったんだけど売ってなかったんだけど、そのアーカーゲームのこれに似た形のやつをね、試しにつけてみたんだけど、めちゃくちゃつけ心地いいと思って、僕やっぱりね、横の圧が強いのはねダメなんですよ。でこれすげえ横のつけ心地が良かったから、よいしょっと、ぜひね、ゲットしたいなと思っております。で、正直、ただね、ちょっと迷ってるところもあって、ゼンハイザーの、なんかプリンって言われてるヘッドホンも結構ね、気になってたんですよね。だから、最終まだどっちに行き着くかちょっと悩んでます。けどね、付け心地重視で行くならね、このアーカーゲーかな。プリンって言われるやつは、ちょっとね、付け心地強めだなとは思ったんですよね。いや、これだな。赤毛だな。これもう今この場でポチっちゃおうかね。ポチっちゃおうか。っていうぐらい、すぐにも欲しいのがこれですね。でね、続いて、これね、ごめん、次のやつはね、買うかどうかわかんないんだけど、パソコンです。私、パソコンですね、2017年の12月に購入したんですよ。なので、まだ1年ちょっとしか今使ってるパソコンは、使用してないんですよ。で、性能的にもそんなに悪くはないんですけども、
最近ですね、あれどこ行ったかな箱、ちょっと待ってね、よいしょっと、これ買ったんですよね、よいしょ、ライブゲーマー、4K っていうね、これゲームキャプチャーボードなわけです。これパソコンにつけて、すごいね、高画質で、高画質っていうか 4K の HDR でゲーム実況の動画が撮れちゃうっていうすげえやつなんですけれども、これをね活かせるパワーのマシンがちょっと欲しいなって思ってるんですよ。で今の、パソコンだとこいつを活かそうと思うとね、ちょっと CPU がめっちゃ不足してるのと、グラボも多分不足なんだろうなとは思うんだけどね、とにかくこれつけて、まあ 4K で録画しようもんなら CPU 使用率もう一瞬で爆上がりなんですよね。 HDR で撮っても一緒で、 4K じゃなくてそもそも 1080p で録画した時も画質をねより上げていこうと思って、上げれば上げるほどその CPU の使用率がぐんぐん上がっていくんだよね。常に 60% から 70% とかになっちゃって、で撮った画像とかもガックガクなんだよね。コマ落ちしまくって見れたもんじゃねえなってなっちゃって、だから今はまあね、一応、まあなんだろう、安定して使える負荷ぐらいの設定で録画してるものの、こいつのポテンシャルはまだまだそんなもんじゃないぞっていうところで、これを活かせるパソコン手出せたらなと思ってるんです。ただやっぱ高いんだよねそれ、そうなってくるとね、なんだろう、何がいいのかな、まあ僕あの CPU とかそんなに詳しくはないじゃないんだよね。スレッドリッパーっていうやつとかさ、あとは普通に Core i9 のやつとかね。ただ Core i9 はすげえ発熱量が多いとかってなんか調べるとあってね、うわなんか俺にそんな乗りこなせるマシンなのかどうなのかなっていうのちょっと不安になってなりながら、どうしようかなって悩んでるところですね。まともに買っちゃったらだってそのマシンね、多分30万40万ぐらいするわけだよ。だから次俺パソコン買うってなったら多分メモリもすげえ増やすと思うんだよね。多分32じゃな満足しないと思う、64とかにしたいと思うんだよねいやマジで今16ギガのメモリなのかなね。でメモリはね、動画編集とかって考えたらすある多ければ多いに越したことはなくてね、より多ければいいなと思ってね。でもそうなって、もうどんどん欲がすごいことになってきてさね、物欲が、まあ数自体で言うと今ね、どうしても欲しいっていうのはそのさっき言ったヘッドホンとパソコンっていうところかな、どうそれぐらいかな。うん、なんかね、数は多くないんだけど、一個一個が業が深いなというような感じだと思います。さあ、というわけで、刑事チャンネルが2018年買って良かったものと、2019年ぜひ買おうかと、狙っているものっていう、そういう動画でした。皆さんもね、まあ欲しいものって多分あると思うんですよ。2019年。ね、来年にはこれ買いたいなって思ってるもの、いろいろあると思いますので、まあ、買えるように頑張ろうっていうところが、一番ね、行き着くところではいいとこなんじゃないかなと思います。というわけで、ご注意いただき、ありがとうございました。皆さん、2019年もね、物欲にまみれていこうぜ。じゃあね。